生としです。こんばんは。こんばんは。今日はさとし君と二人で寂しいですね。そうですね。まあイエーイ。ボスおらんからイエーイ。制限かからない。制限かからない。聞き放題喋ったのかな思った。今日ちょっと話したいことっていうか、クラブって逆しなり。これわかりにくい。こう、まあ、柔らかい、まあ、こう、逆しなり、じゃあこれ順しなりやすい。順しなりっす、まあ、順しなり、逆しなり、で、縦しなりっていうのがあるんですよね、はい、あるんです。で、まあ、この縦しなりがどうかって言っても、まあ、別にどうでもいいことなんですけど、まあ、縦しなりっていうのもあるのも覚えててもらったらなって思って動画撮ってます。お願いします。まあ、見えないですよね。縦しなりだから。もはや縦しなりってなんやねんぐらいの感じ。縦しなりとかは別に気にしなくていいかな。ヘッド重たいんで勝手にしなるって思ってもらえたら。意識するとダフりますし。バーン。最近なんかいいことありますか？最近いいこと、はい、いいことはもうすぐスノボの季節がそれが一番もう最近スノーボードにハマってますので。おー、そうですね、はい、インスタグラムでも。インスタグラムではちょこちょこ出してるんですけど、スノーボードになんかハマってますね。あれでも全身筋肉痛やばいっすね。やばいやばい、あれほんまにやばいっす。スノーボード初心者の時とかほんまにやばいっす。スノーボードなどのレッスン動画とかやって、あ、ほんと、ほんとスノーボードのレッスン動画そんなレベルじゃない。ゴルフで言うと多分120とかのレベルで、あの雪道転げてるだけなんで。雪道でこうやりながら、スノーボーやりながらとか、うん、でも体幹鍛えれるしめっちゃいいかなとは。スノボも一緒でピンキリで板が高い。あ、安いのもあれば高いのもあって、で今昔の先輩にもらった板でトレーニング中で、やっぱそこは形から入らず。そうですね、僕は基本的に何でも使えたら OK ってあのゴルフクラブ、そう、一緒一緒、うまければ何とかなるって思っちゃってるタイプ。間違いないと思います。まあいいですね。また上からみたいな。え、すみません、ちょっと上からみたいな言い方になったんですか。あ、全然全然、まあ、要するにこの動画は縦しなりって縦にしなるっていうことだけ覚えてもらえれば。しなり倒してますね。しなり倒、まあうちらが逆しなりっていうのはまあね、ヘッド走らせるためであったりとか、一般アマチュアにとって不足してる分を補ってもらうためにそういうことを発信してるので。はい、一時なんか話題になったんです。まあそういうことなんですけどね、まあ、ローリングシャ
当はしなろうとしてる方向にベクトルに動いてる。結局は逆しなりしてるんですか？結局はしてます、絶対します。まあその正しく触れれば絶対します。ローリングシャッターだからしないわけではない。イチャモンが入っちゃった、まあ、一時イチャモンクレームを受けましたクレームというかしなる言うてるのしなるもんはしなるんですハマってる食べ物とかありますか？最近ハマってる食べ物、まあ、最近ちょっと食にこだわっていこうと思ってまして、何でも結構美味しい美味しい言っちゃうタイプなんで多分僕と結婚する人すごい楽ですよ何でも美味しいって言うんで、何でもちょっとそろそろこだわりを持って何でも美味しいのを言うのやめようかな僕いまだサイゼリア美味しい言うてます全然美味しいです。サイゼリア美味しい、はい、美味しい。あの価格であれを提供してくれるのはすごい。どうやって商売してんやろって今ちょっと気になるんです。サイゼリアってキッチンで料理何もしてないらしい言っていいんかなこれいやでも結構知ってます、ググったら出てきますしね。基本温めてるだけっていう、まあそれでね人件費が。そうですね、でも自社工場みたいなのあるって聞きましたけど。あ、そう、こんなん喋っていいかわかんないですけど。ガキ2人が偉そうと思って。僕の生きり癖が出てしまいました。生きり癖チャラ癖。なんかその縦しなりでちょっと調べてたら、はい、そのロボットで打つ機械あるやん。あーあーありますね。ロボットで打つ機械があるじゃないですか。あれ見てるとロボットって同じとこに手元戻る。ああだから構えてる時がヒール側で構えてるんです。なるほど。してた？知らなかったっす。そうやね。僕も知らんか、僕も知らなかったです。調べたら、ここに構えてロボット打つときはドライバーとか、で同じとこ戻っちゃうから、結局そこ縦しなりが入るんでちょうどいい芯に当たるっていう。なるほど。ロボットいいっすね。へーっと。だからまあ手元を戻せって、同じとこ戻せっていうレッスンはちょっと怪しいかなって。否定するのやめときます。怪しいです怪しいです。オブラートに、オブラートで最後フルショットお願いします。ありがとうございました。僕ご自慢の縦回転について僕ご自慢